初代フィッシャー男爵ジョン・アーバス・ノット・フィッシャーは、ジャッキー・フィッシャーの名で知られる、イギリスの軍人、提督。初代フィッシャー男爵、バス君爵氏、メリット君賞、ビクトリア君爵氏。先込め大砲を備える木製帆船の時代に、海軍へと入り、巡洋戦艦と潜水艦、そして最初の航空母艦建造に関与するなど、60年以上に及ぶ軍歴の中で、 イギリス海軍に対し大きな影響を与えた。官邸建造や戦術公案ばかりでなく、英国海軍の人事改革、教育改革の面でも大きな功績を残している。イギリス海軍の歴史上、ネルソン帝督に次ぐ重要人物である。フィッシャーはスリランカ中部州ランボダに勤務するイギリス人士官の家の11人兄弟の長男に生まれた。父は、 正論総督の副官であったウィリアム・フィッシャー、陸軍大尉だった。一家はコーヒー農園を営んでいたが裕福ではなかった。フィッシャーは6歳の時に母方の祖父と一緒に暮らすためにイングランドに送られた。1854年13歳で海軍に入ったフィッシャーは主官候補生として戦列艦カルカッタに乗り込み、クリミア戦争ではフィンランド湾における ロシアの港湾封鎖作戦に参加した。その後の1856年からの5年間東、インド、中国艦隊に配属され、この間アロー戦争に従軍した。本国に戻ったフィッシャーは海軍法術学校で学んだ後、1863年3月から世界初の全鋼鉄製の装甲艦、ウォーリアに法術将校として勤務した。ウォーリアは、 小舟時代の終わりを告げる艦であり、アームストロング製の元米砲とホイットアンス製の先米砲の両方を装備していた。1866年4月、彼はフランセス・ブロートンと結婚した。1869年8月2日、彼は28歳の若さで海艦長に昇進した。そしてドイツに派遣され、魚雷と嫌いの技術について調査を行った。 おそらくこの派遣任務の影響を受けて、彼は当時の最先端技術である電気魚雷の開発や運用に関する研究を開始した。1872年にフィッシャーはイングランドに帰って法術学校に復帰し、法術学校から魚雷と嫌いの訓練過程を分離して新たな施設を作った。そして、それが水雷訓練のスタートとなった。 彼は1874年10月30日に33歳で艦長に昇進した。艦長時代のフィッシャー1876年から1883年まで彼は艦長として5隻の艦を指揮した。最後の指揮官は装甲艦インフレキシブルであった。インフレキシブルは当時最強との評判のあった軍艦だったが実際には その四本の先込め法は長すぎて争点が困難であり、実戦では役に立たなかった。それでも、インフレキシブルは地中海艦隊に配属され、1882年のエジプト戦争において、ビーチャムシーモア帝督の艦隊の一席として、アレクサンドリア港の砲撃を行った。艦長時代に、フィッシャーは、後のエドワード7世国王やアレクサンドラ王妃と、 親密な友人になった。1886年から1890年まで彼は海軍の軍事部門の長の職にあったが陸軍省から海軍法の設計の権限を取り上げる。試みにはそれほど成功しなかった。彼は1887年にビクトリア女王の自重部官となり、1890年8月に海軍省省に昇進した。フィッシャーは 第3海軍橋になると、1891年から1892年にかけてに3ヶ月にわたって、ポーツマスの造船所を監督し、水雷艇への対抗兵器である水雷艇駆逐艦の開発を進めた。水雷艇は安価であるにもかかわらず最大の戦艦をも沈めることができ、かつフランスはそれを多数保有していたため、大きな悩みの種となっていた。 水雷艇駆逐艦は当時最新式の水艦ボイラーと速射砲を備えた小型高速の軍艦であった。フィッシャーは1896年に海軍中将に昇進した。彼は1897年から北、大西洋と西インド方面の司令官を務めた後、1899年の第一回ハーグ平和会議の代表を経て、1902年まで、 地中海艦隊の司令長官の任務に就いた。当時、スエズ運河を含むインドとの交通船は、フランスの脅威に常にさらされており、イギリスにとって最重要の艦隊であった。1901年に彼は海軍大将に昇進した。艦艦式でのフィッシャー1902年、海軍人事を握る第二海軍教としてイギリスに戻り、1903年には、 ポーツマス海軍交渉の司令長官となった。1905年10月には海軍の作戦指揮を握る武漢のトップ、第一海軍教に任じられた。その時までにはフランスとの関係が緊密になる一方で、ドイツとイギリスは海軍軍備拡張競争に取り掛かっていた。フィッシャーは海外駐留海軍を縮小する一方で、強力な本国艦隊を創設することを決めた。 世論が騒然とする中で、彼は、戦うには弱すぎ、逃げるには、遅すぎる。また、主戦奴の無駄なガラクタの買いだめと呼ぶ90隻の、時代遅れで、小さな軍艦を鉄くずにするべく、売り払い、さらに64隻を呼び役とした。これによって、本国海域の大型親鋭艦の数を増やすための、自民都資金は使えるようになった。 彼は高速で単一巨砲を備えた戦艦の開発の推進者だった。彼は軍艦設計委員会を指導して新しい時代の戦艦の最初であるドレッドノートの概略設計を推し進めた。彼の委員会はまた防御走行を軽減する代わりに高速を実現したドレッドノートに掃除した単一巨砲の新型走行巡洋艦を生み出した。それは巡洋戦艦と呼ばれ、 インビンシブルがその最初の艦となった。ただし、この速度は最大の防御という彼の持論は、ユトランド沖海戦におけるインビンシブルなどの巡洋戦艦の喪失により破綻することとなった。彼はまた、イギリス海軍への潜水艦の導入と燃料の石炭から石油への転換にも力を注いだ。人事面では、兵器一系化改革を進め、 機関化主官の待遇改善を試みた。チャーチルとフィッシャーは1909年に男爵位を授けられ1910年に引退した。第一次世界大戦の勃発に際してドイツとの結びつきの強さを忌避されたルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンに代わり第一海軍協に就任した。フィッシャーは大きな被害を出し完全な失敗に終わったガリポリ上陸戦における 責任問題をめぐりウィンストン・チャーチル、海軍大臣との間で苦々しい論争を繰り広げた末、1915年5月15日に辞任した。後にチャーチルも辞任を余儀なくされた。フィッシャーはドイツのバルト海沿岸への上陸作戦を提案しており、そのためのフューリアスなどのハッシュハッシュクルーザーを開発したが、結局この作戦は中止されて、 これらの官邸は空母へ転用された。彼は第一次世界大戦が終わるまでガバメントエスボード・オブ・インベンション,アンドリサーチの議長を務めていた。彼は妻、フランセスを亡くした2年後の1920年にガンで死去した。遺体はウェストミンスター寺院での国葬の後だびに付され、住まいのあったノーフォークのキルバーストンにある セントアンドリュー教会墓地の妻の墓の隣に埋葬された。フィッシャー男爵の爵位は2015年現在4代目のパトリック・ババサー・フィッシャーが相続している。ありがとうございます。